出る。久しぶりの出るアンバサダープログラムのモニターとして今回は XPS13 が届きました。前回届いたのはエイリアンウェアだったんですけども、今回はどちらかというと仕事用的な用途でちょっと使いたかったので、今回はゲーミングの PC じゃなくて、まあちょっと業務用の結構重いなノート PC をちょっとね頼みました。かなり高級感のある内箱ですね。じゃあ開けていきましょう。じゃあ久しぶりのちょっとノート PC 開封になるわけなんですけど、まあWindows のノート PC がちょっと欲しくて、まあ欲しい理由としては、スタートアップの仕事の方でいろいろソフトウェアをデバッグするときにいろんな環境が欲しいんですよ。今は一応 Windows の方が、デスクトップがあるんですけど、それがね別になんかこう旅行先とか、なんか出先に持っていけないのが不便で、それを考えたときにちょっとノート PC 欲しいなと思って、まあ気になってたのが XPS なんですね。ところで、じゃん。はい。XPS。裏に印字も入ってます。サイズ感結構コンパクトですね。13インチから14インチぐらいなのかな。13.5 インチとかぐらいですね。かなり薄型です。横のポートはこんな感じ。あんまりポートは潤沢ではないですね。タイプ C で充電できるこのアダプターですね。電源アダプターのポートと、これは多分マイクロ SD カードかなんかを挿せるところの端子があって、反対側も USB C ですかね。出力する端子がないところを見ると、これは多分外部出力用の端子になってくると思います。で、中はこんな感じです。もう早速電源ついちゃいました。高級感のある、このパッド周りというか、質感がかなりいいですね。なんかグラファイト的な感じのモデルになっております。まあ、これついでに来週からちょうどアメリカに行くんですけど、ここに持っていこうかなというふうに思っているので、軽くセットアップをしておきたいと思います。あ、どうもお久しぶりでーす。すいません、本当はこいつの性能とかいろいろチェックしなきゃいけなかったんですけど、なかなか時間が取れなくてですね、5日ほど経過いたしました。で、まあ一応この5日間くらいで、まあほとんどね、僕これ寝る時っていうかベッドのところで使っている PC と貸してしまったんですけれども、まあそれだけ結構ね、使いたいなっていうふうに思った点がいくつかあったんで、そこだけざっと紹介していきます。で、まずは見ていただくとわかるんですけれども、ちょっとね、なんか画面のちらつきが見えるかどうかわかんないんですが、これ OLED のディスプレイなんですよ。なのでめちゃくちゃ綺麗です。とにかくもうこの PC をずっと使ってて分かったこととしては、圧倒的にここのね画面が綺麗ってことが分かったんで、なんか動画とか見るの本当に楽しいんですよ。まあ、今回ね Windows の PC を借りたなってことで、まあ要は普通だとこうね、なんか例えばRTX とかが載ってますよとかいうものがあるんですけども、まあこれ別にその RTX が載ってるとか書いてなかったんで、まあその辺とかのまあいわゆるその動画性能という部分ですかね、書き出しとか、まあ、GPU を使う処理とかあんま期待できないかなっていう風に思ってたんですけども、なんか実はそうではないらしくて、ここになんかよく見慣れないやつが書いてあると思うんですけど、インテルアイリス G でいいんですかね、この G のところが書いてある、 XE って書いて G なのかわかんないんですけども、なんかこういうグラフィックスが載ってますよって書いてあったんですよ。これまあざっと言うと i7 のまあ11世代ですね、11世代の i7 が載ってるんですけども、これ末尾に G がついてる型番なんですよ。で、僕それ全然知らなくて、末尾に G がついてる型番って何なんだろうって調べたところなんですけども、どうやら AMD の GPU をパッケージ上で統合した CPU らしいです。すいません、カンペン丸々読んでますけど、ざっくり言うと、Core i7-7700HQ プラス GeForce GTX1060 を上回る性能を実現しておりますというふうに書いてあって、まあ、これはね、多分僕が今参考にしてる記事を書かれている人が、その、なんか、何かと比較してっていう風に書いてると思うんですけども、まあ、要は AMD のラデオンのパッケージが積んである CPU っていうことでした。で、検証として一応僕が持っている M1 Pro、しかも M1 Pro の中でも若干、まあ、グレードの低い M1 Pro と、このプロセッサーの書き出しのテストをそれぞれ行って比較してみました。で、結果こちらなんですけれども、10フレームレート分ぐらいかな、24fps の動画の、まあ、1分間のレンダリングの勝負でいくと、10フレームレート分ぐらい、実はこっちのこの Windows に積まれているプロセッサーの方がレンダリングが早いということが分かりました。まあ、ということはレンダリングの部分だけ見れば、この PC でも十分動画編集が可能だということです。ただちょっと気になったのは、外付け SSD に保存しておいた素材をダビンチリゾルブ上に落としたときに、
読み込みにはちょっと時間がかかってるなっていう感じがしました。まあ、これはマシンスペックによるものなのか、ソフトによるものなのかは微妙なんですけれども、トータルの編集作業を考えていくと、より引っかかりの少ない、まあ、MacBook Pro の方を僕は今後も使い続けていくとは思うんですが、まあ、ただ書き出しの部分については MacBook Pro にもまあ引けず劣らずっていう感じですね。まあ、これはやっぱ積んであるプロセッサーがかなり正義かなというふうに思います。で、あとはバッテリーについてなんですけども、まあ、僕はYouTube の動画再生し続けたまま寝落ちしたことがあって、その時は約6時間ぐらいでバッテリーが切れました。フル充電の状態で見た時には、だいたい8時間ぐらい持つっていう風な表示が出てくるので、まあ、1日の作業、まあ、例えばカフェに持って行って作業したいとか、その後移動があって、で、基本的に充電できないとこでいろいろ使うことがあるかもしれないっていう時でも、まあ、特に問題はないかなという風な気がします。ただ気になるのはやっぱり発熱で、まあ、これね、ノート PC 自体が、全部こう、金属の光沢がゴリゴリにあるようなタイプの筐体なんですけれども、本当にね、ここがめちゃくちゃ熱いです。ゴロネ PC みたいな感じで使ってたわけなんですけれども、ここにね、排気のポートがあるわけなんですよね。だから、ここをなるだけ塞がないようにしなきゃいけないなっていうことは思いました。なんかね、こう、毛布とかをかかってる状態で、膝の上にこれをね、乗っけて、いろいろ作業していると、なんか毛布で多分この辺がうまいこと塞がれて全然排熱ができなくて、触れないぐらいこの辺熱くなってる。なんか北海道ぐらいっていうか、なんか湯たんぽ並みに熱くなることもあるので、まあやっぱこの辺の発熱問題っていうのは、インテルチップとかには特有な問題なのかなっていうふうに思います。まあまだ5日間しか経っていないのと、仕様としては、まあ一般の範疇を出ていないというか、例えばこれを使って機械学習のコードを書いて、まあそれをまあ GPU インスタンスを使ってかなり早くしたいとか、っていう GPU アクセラレーションか、みたいな使い方をしたいっていうものにとっての、その開発としての、まあ、GPU の使い方っていうのができるのかできないのかとか、まあ、その時の性能どれぐらいかとかいうテストはまだできてないので、まあ、アメリカにいる間に検証できればなというふうに思います。ということで、まあ、1週間も経ってないんですけども、簡単な XPS のレビューでした。Start to clap, 'cause I'm feeling